ウィリアム・バートン・ロジャースは、アメリカ合衆国の地質学者、物理学者、教育者。1861年、マサチューセッツ工科大学を創設したことで知られている。同大学は、南北戦争が終結した1865年から、学生を受け入れ始めた。バージニア州の最高峰マウント・ロジャースは彼にちなんで、名付けられている。1804年12月7日、 ペンシルベニア州フィラデルフィアにて生まれる。パトリック・カー・ロジャースとハンナ・ブライスの間に生まれた次男であり、アイルランド、スコットランド、イングランドの地を受け継いでいる。父パトリックはアイルランド出身で18世紀末にアメリカに移住、ペンシルベニア大学を卒業して医学者になった。ウィリアムが生まれた頃、父はペンシルベニア大学で講師を務めていた。1819年、 父パトリックは、ウィリアムメアリー大学の自然哲学と数学の教授に就任。1828年に亡くなるまで同大学に勤務した。ウィリアムには3人の兄弟ジェームズ・ B ・ロジャース、ヘンリー・ D ・ロジャース、ロバート・ E ・ロジャースがおり、それぞれ著名な科学者となった。父から教育を受け、メリーランド州ボルチモアの学校に通い、さらにウィリアムメアリー大学を卒業。 1827年、メリーランドインスティチュートで科学についての一連の講義をしている。1828年には、父の後を継いで、ウィリアムアメアリー大学で自然哲学の教授となり、1835年まで、勤めた。その間、ロヤ・ボルタ電池を調査研究したり、東バージニアによく見られる緑砂や、 カルシウムドロカイドとそれらの肥料としての価値について一元の論文を書いた。1833年、地質学がブームになっていたイングランドから弟ヘンリーが帰国。その影響を受け、ウィリアムも地質学の研究を開始した。そして、緑砂に関する論文の実用的価値がバージニア州議会の目に留まった。ロジャースはその機会を利用して、 バージニアの地質調査の必要性を訴え、1835年に地質調査の指揮を任された。1835年までに弟ヘンリーがペンシルベニア州に地質学者として雇われており、二人は共同でアパラチア山脈の地質調査を行った。その共同調査で鉱物や岩石の水への溶解性について研究し、 石炭層がそれを取り囲む地層による情覧が大きいほど揮発性成分が抜けて硬くなることを明らかにした。二人が共同執筆した論文 The Rose of Structure of the m o r d i s t u r b e d Zones of the Earth-S クラストで初めて山脈の波動理論を提唱。さらにウィリアムは断層の分布の法則を提唱。1842年には調査が終了となった。 というのも、州の税収が1837年から減少したため、地質調査の予算が削減されたためである。その間に六巻の著作、リポーツオブザ・ジョバロジェクル、サーベイ・オブ・ザ・ステート・オブ・バージニアを出版したが、発行部数は少ない。後にジェド・ホッチキスがその内容をまとめ、地図を添えた、ペーパーズ・オン・ザ・ジオロジー・オブ・バージニアを出版した。1835年、地質調査と、 並行して、バージニア大学の自然哲学の教授に就任。そこで、カリキュラムに、鉱物学と地質学を加え、地質学、科学、物理学の研究を行った。UVA の哲学部門の責任者として、バージニア衆議会の名誉学位授与の要請を断り続け、1853年には、講義の意味を込めて辞職した。なお、 MIT はその歴史上名誉学位を授与したことがない。実際、1848年には辞表を提出していたが残るよう説得されていた。1849年、ボストンのエマサベージと結婚。辞職後ボストンに移り、ボストン自然史学会とアメリカ芸術科学アカデミーの講演の下で活発に活動。この頃の論文はそれらの解放や、 アメリカンジャーナル・オブ・サイエンスに発表している。1859年頃から大規模な調査研究と有益な知識の一般への普及という機能を兼ね備えた技術教育機関創設という構想にボストンの人々の関心を集め始めた。これが最終的にマサチューセッツ工科大学創設へとつながっていき、彼はその初代学長となった。1861年、 マサチューセッツ州からガス及びガスメーターの検査官に任命される。ロジャースはそれをしぶしぶ受け入れ、測定標準を改善した。1862年には、ザ・アプリケーション・オブ・サイエンス・トゥザ・アーツと題した一連の講義を行った。1861年、マサチューセッツ州議会は MIT 創設法案を可決し、ロジャースは1862年にその初代学長に、 就任した。1870年まで学長を務めたが、健康状態が悪化したため辞任。その後1878年から1881年まで、必要に迫られて復職し、物理学と地質学の名誉教授としても活動した。1882年、MIT の卒業式でスピーチを行っている、最中に倒れ、亡くなった。最後の言葉は、歴世短だった。 ロジャースは、アソシエーション・オブ・アメリカン・ジオ・リジスツアンドナッチ・リリスツの会長を1845年と1847年の2回務め、その起用で重要な改装録をいくつか発表し、東バージニアの炭鉱内の温度の調査結果などを発表している。案を発展させたアメリカ科学振興協会の第一回会合の招集にも関与した。1875年には、 S, S の会長に選ばれ、1881年には S、初の名誉フェローに選ばれた。アメリカンソーシャルサイエンスアソシエーション創設にも尽力し、初代会長に就任。米国科学アカデミーの当初からの会員であり、1878年から亡くなるまで会長を務めた。1866年、ハーバード大学から LLD を授与された。地質学、科学、 物理学についての論文を多数発表しているが、次のような著作の作者でもある。ありがとうございます。